甘い。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 甘
も携帯も置いてサボテン号がない、終わったって思ったもん。あの時は40分ぐらい待って、とりあえずサービスエリア進行しかないよ。だって俺が置き去り来た時はほんまに30キロぐらい結構行ってたね。行ってて、何で気づいた？電話切って、こう3列シートの機材車で、で俺が運転してて、清は真ん中に座ってるから絶対に振り返ったら見えるけど、振り返れよ、なんか振り返ればやつがいる、冬の前で毛布かぶってるから、その毛布が置いてたから怒るっていう認識で走ってたら、はいはい、電話かけてきて、なんでその後ろから電話かけてくるんやろ。電話出したから電話置いてたの。そん時は多分電話持ってて、でも違う時は電話も財布も置いて、もうほんまにもう枯れ、喉が枯れるかなっていうぐらい喉乾いとって、しかも財布もないからな、財布もない。40分ぐらいずっと、もうでもこうサボテン号が来た時ほんまに相乗りのラブワゴンがラブワゴンが来たぐらいの、だあんまいいねん、まあ、距離的にね、まあまあまあ結構走った、今日暑いし言うてた言うてた、なんかガーッ来た時結構走ったわいやいやいや、しかも後ろクーラー少なかった、後ろクーラー切っとったよ、切ってたっけ。だから俺ずっと汗流れて暑い暑いと思いながらなんで切ったか俺も覚えてない、つけたらええの、ね、もう寝込んでもう汗びっしゃびしゃなって一人でまあそんなこんなで、はい、昨日富山やったんです、富山ソウルパワーね、うん、僕らにとってはもう大事な場所ですから、うん、もうそれはもう濃い濃い一日になったわけですけど、ね、暑かった。アニミスとザ・ブギージャンプと、はい、でブギーとアニミスが初対バン、そうびっくりしてそうね、トシオさんとユウコさんはもちろん2バンドとも知ってて、はい、俺らも結構20年オーバーのバンドだけやし、トシオさんももう55やし、もうそんなとしないよ、まあもうなんか3バンドです、軽く、うん、ちょっと軽く飲んで終わるかな思ったら、そうね、3時までやってました。ずっとやってました。ずっと喋ってた。よかったね。ずっと喋ってた。今日は名古屋編です、うん。はい。名古屋の珍道中なんかありますか？なんかあるっけ？シーメンとか最初来た時は食べとったけど、やっぱ名物やもん。あ、でも今は全く食べんくなって。わ、どこ行ってもそうじゃない。全然興味ない感じ、やめてくれ。薄いねなんか広げに行くのよさっき広げてみて、なもう一回俺がやろちょっと待ってよ、俺はあの名古屋といえばきしめんが有名やそう平べったきしめん俺のマネをしてくれて食べてみてんや最近食べへんねんな広げろや、カメラ回ってんねん、なで終わるよ、なで終わんねん、こういう時のやつはほんま良くないわ、ちょっと親切さが足りんよ俺は広げれるようにそのなんか疑問系とか置いていった話とか、そうなんかこう、頭の中で想像が広がる話、きしめんは広がらんねん、こんな暑かったから今日広がるよ、きしめん最近食べてへんわ止まんねんで、ね、そこで結構回転するやんな、安そうが言い切ったと、うん、なんかもうう
二人もう一歩欲しいきしめん最近食べてなくて、でもやっぱ名古屋って名物が結構他にもあるやんとか言って、まあ、天むすもあるし、はいはい、味噌煮込みうどんもありますし、ね、手羽先だって美味しいですやん。でもやっぱり俺ら最終的には店に行ってしまうよねみたいな、そんなとこまで行ったらそう店って辛くてとかなんかいけんねんけど、きしめんって投げて終わりやん、最近食べてへんねん言うのやん。別のタイヤもすごかったな、体勢すごかったというわけで名古屋というわけでゴールショーで行きたいと思うんですけど、はい、でまあ、今日の時点で、うん、サボテンのツアーファイナルがそうもうね残り77日、はい、残り77日、まあ、またでしかも今日は2024年の7月7日、7777、うん、広げろさあ広げてみろ、6つほらやだよそれ責任持っていつもこんなんだよ7777、どんなんやったっけ、何でもいい、テントでもいい、何でもいい、それしか出えへん、俺もそれしか出えへん、やってみろこっからそれしか出えへん、なええぞオチ分からんねんけど、えスローだけやろ、7来たスロえ今何回目、3回目あと1個で7スローしたやオチはやめろだてめえです、なんとかせえ無理やって、ほんまに、まあ、言ってますけど、はい、77日でこれが放送される頃には70数日、ほんま72、3日になってるんですよ、はい、もうね、いろんなバンド解禁されました、解禁しましたね、そう、解禁してるバンド教えてあげてください、これが言うの、うん、今日解禁したがアンリミッツ、グッドオーナッセル、ダストボックス、ダストボックス、オーバームスロー、オーバームスロー、ロコフランク、ロコフランク、シャチ、シャチ、今の6番の最近で、まあそう俺ら足して7番7番で、あと1つは内緒です、ちょっと黙ってよ、野良子呼ぶようにほんま俺ら今日調子悪いから出てこい、途中なんですけど座ってもらって、あいい声ですね、いい声、こちらですね、はい、何インスタライブ、いやいやいやライブ配信じゃない、アンリミッツ、はい、清水陽子さんです、アンリミッツの清水です、来てくれました、昨日、はい、富山やって、富山でしたね、久々やって、はい、13年ぶり、はあ、そうですね、年をの元気な姿もはしゃいでたな、見れたし、なんかこうやって2日間同じバンドとね、うん、ブギーとソボテンと一緒に回るっていう、こういうのがすごく久しぶりで、ツアー感があって、泣くなよ、すごく楽しいです、おお、なんか優しく優等生なコメントして、はい、お酒ばっか飲んでたくせに、お酒ばっかね、本当に飲まないとちょっと喋れない、サビまで、サビまで、今飲んでんもん、今非常に喋りづらい、お酒飲まないとこういう感じになっちゃうし、じゃあリハーサルしてきまーす。ヨコさん、ツアーファイナルも出てくれるから。ツアーファイナル、うん、野外音楽堂、大阪の、はい、23日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますはい、いや言うてますけど、いや花がありましたね。よかった。まとまったっす。というわけで、はい、最後にじゃあこれしっかり締めれんかったらもう今日。名前に置いて帰ろうかな、しっかり締めてもらっていいですか、25年板に上がってきた、人にこう、関係はない、人に見られてきた、人にずっと見られてきたよ25年、恥ずかしい、その格好は大丈夫、身内しか見て、はい、もう言ったら言ったらむちゃくちゃしたで、本日ももう決断して、どうしたありがとうございました、むちゃくちゃしたでって、またツアーも遊びに来てください、そしてファイナル行け遊びに来てください、あれ、あの鼻をギュッてやったら鼻できるかな、毎週サボテンご視聴ありがとうございました